ああ、何してんのって、見りゃわかるだろ。仕事だよ、仕事。今度の会議に使う資料作ってんの。つうか何構ってほしいのああ、もう夕飯の時間か。ああ先食ってて。 まだ終わりそうにないから。一緒に食べよって。無理。一人で食えよ。私の話聞いてくれる約束だったでしょって。だから、仕事終わんないんだからしょうがないだろ話だって、どうせくだらない無駄話だろうが。今そんな話聞いてる暇俺にはないの。 分かったら早く出てけよ邪魔なんだよ <laughs> やっと静かになったでも完全に八つ当たりだったよな今の <laughs> 大人げねえな早く終わらせてあいつに謝ろう よしやっと終わった。あ、やべ。もう22時になったんじゃん。さすがに疲れたし、時間かかったな。あれあいついないじゃん。風呂でも行ったのか風呂場の電気ついてない。ってことは、寝室か でも、まだ22時だぞ。早くないか。なあ、寝てんの入るぞ。あいないリビングにも、風呂場にもトイレにも、どこにもいない。どういうことだよ。 まさかないあいつの靴がない出てったのかなんでいや、それよりも探さねえとこんな時間に外出るとか、バカかよ <laughs> なんで出ねえんだよとりあえずあいつの行きそうな場所は、公園、コンビニ、あとは、 たくさん考えてる場合じゃねえやっと出たかこのバカどこいんだよあリビングにメモ置いてあったでしょって。知らねえよそんなの何書いたんだよバイバイ邪魔者でごめん。もういなくなるから安心して。 はぁ、あ、なんだよ、それ。確かに邪魔って言ったけど、あれは本心じゃなくて。仕事が終わんなくて、イラついてて、つい、嘘って、嘘じゃない。あれは、本心じゃなくても、言っちゃいけないことだった。ごめん。なぁ、どこにいるんだよ。 どこだと思うって、わかんねえよ。今お前が行きそうなとこ探してる。でも、どこにもいねえじゃんか。教えてくれ。頼む。<laughs> 不要な私がいなくなれる場所誰にも必要とされない、いなくていい存在の私は消えればいいでしょって。 お前、何言ってんの。お前は、いなくていい存在じゃない。少なくとも、俺には必要だ。確かに、必要って言ってるくせに、ここ最近お前に対する態度は悪かった。反省してる。ここは星が綺麗な場所だね。 って、急に何言って。あ、わかったお前の居場所絶対にそこから動くなよいいな <laughs> ああああやっと見つけた。やっぱりここか。ここら辺で星が綺麗に見えて、お前がいそうな場所。二人で散歩した時に見つけた。 星がよく見える川辺ってお前、何してんだよ。川に足つけて、膝まで濡れてるじゃねえか。水冷たいだろ。それに、そのまま進めば溺れるぞ。こっちに来い。いやだって。いやだじゃないだろ。本当に溺れるぞ。 もしかして、死ぬつもりなのかいや、もしかしなくてもそのつもりだな。やめろおとなしく、こっちに来い <laughs> いなくなるって言ったじゃねえよ言っただろ俺にはお前が必要なんだ何があったんだきっと、俺以外にも原因があるんだろう お前の性格のことだ。俺だけが原因なら、とっくに俺を振ってるはず。でも、違うってことは、他にも原因があるはずだ。もしかして、今日の話って、そのことだったのか。無駄話なんでしょって。げ <laughs> えよ。聞く前から決めつけたのは、本当に悪かったと思ってる。 ちゃんと全部聞く。全部、真剣に受け止める。だから、こっちに戻ってこい。頼むから。このままお前が死んだら、俺は自分を憎んで、恨んで、自分で自分を殺したくなる。お前は、俺にとって必要な存在だ。他の誰がお前のことをいらないっつっても、俺がお前を必要とする。 お前がいないとダメなんだ <laughs> よかった。ごめん。ごめん。話聞こうとしなくてごめん。本心でもないのに邪魔っつってごめん。もう、お前を傷つけるようなことは言わない。約束する。 寒いだろう。風邪ひくから、帰ろう。先にシャワー浴びてこいよ。温かい飲み物を用意しとく。ココアでいいか。分わかった。準備しとくから、ゆっくり温まってこいよ。ん 仕事は終わった。だから、話せる時間はたっぷり取れる。ほら、早く行ってこい。あ、ちゃんと温まってきたかうん、ならいい。そこのソファーに座って話そう。ココアも入れてやるから、ゆっくり話そう。 会社の先輩からのいじめで、仕事のミスを押し付けられて、あげく、会社に不要だって言われたのか。いじめられてたのは、どのくらい前からあ,あ、一ヶ月前。俺は一ヶ月も気づけなかったのか。一緒に暮らしておきながら、何してんだよ。 ごめん。辛かったな。精神状態もギリギリだったのに、さらに俺が追い打ちをかけて、あんな行動に出たくなるのも納得した。話しづらかったよな。ずっとあんな態度とってたんだから。本当にごめん。それで、これからどうする お前が仕事を辞めたいって言うならそれでいいと思う俺がお前を養える分まで稼げばいいだけのことだしああそっかお前資格持ってるのかじゃあ別の会社に就職するかいずれにせよしばらく休む時間は必要だろうから急がなくていいお前のやりたいようにやればいい俺もサポートする 俺はこれからは、お前を邪険に扱ったり、傷つけるような行動はしない。それでも俺の行動に傷ついたりしたら、その都度言ってくれ。だから、もう今日みたいなことはするな。いいな。<laughs> よし、今日はもう寝よう。疲れただろ。久しぶりに腕枕してやる。ほら。 寝室行くぞ動画見てくれてありがとう ASMR 動画は毎週金土日曜日に投稿しています気に入ってくれたらチャンネル登録してまた聴きに来てねバイバイ